打ち疲れたこの鼓動は無力で儚いもの。痛みは空よりもうららかに。あやえおあいよ、あやえおあいよ、あやえおあいよ、あやえおあいよ。空が赤く風も熱も夢も明日も空気中にさまよった理想を怒り視線切な渦を巻くような暗く深い場所じりじり音を立てて絡め取られ数えきれぬほどの瞳が全部笑ったら後ろの正面その目は誰。あいあいえまるで闇に もしもし、俺、どちら様？おはよう、ケイチ君。お寝坊さんだね、だね。レナか。こんな朝っぱらから何の用だよ。朝っぱらってことはないと思うな。もうお昼だよ。で、なんか用か？ちょっと待ってね。今、みーちゃんに変わるよ。グッモーニング、ケイちゃん。日本語で言うならおはようケイちゃんってとこかな。ついでに中国語とドイツ語とロシア語でも言ってみろ。ニハオケイちゃん、グーテンモルゲンケイちゃん。ロシア語？ダズビダーニャ。知るわけないでしょ。まあいいや、バカな話してたら目が覚めた。そりゃ結構なことで。でさ、ケイちゃん今日暇？ケイちゃんが大丈夫なら全員揃うんだけどな。そうだよ。まあ普段の激戦を思えば休日くらいのどかになんて思ってるかもしれないけど、そりゃ甘いよケイちゃん。へいへい、あらゆる環境に対応して最善手を模索するのが我が、つまり休日だろうとお構いなしってわけだ。おお、ケイちゃんも我が部のことが分かってきたね。でどう？これさ、別に予定なんかねえし、嫌だって言ったら不先輩扱いでどんな罰ゲームを課せられるやら。そこまで分かってるなら断れないよね。もし OK ならいつもの待ち合わせ場所に1時集合。町へ行くから自転車で来てね。私、一昨日の赤配、かなり根に持ってるからね。
今日ははっきり言って負けないよ。上等だ。おととい同様、一気に畳んで罰ゲームさせてやるぜ。せいぜい自分がやらされても辛くない内容にしとくんだな。そうこなくちゃ。潰しがいがないもんね。あら、ケイチ、上機嫌みたいね。お出かけ？そんなとこ。俺、みんなと町に遊びに行ってくるから。行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。夕飯までには帰ってくるのよ。へいへい、ちゃんと帰ってくるって。ケイチくん、遅いよ遅いよ。ああ、待たせたな。あれ、サトコとリカちゃんは？あの二人はここで待ち合わせるより直接街で合流した方が早いよ。そうそう、街で部活ってどういうことだよ。まさかみんなで覆面をして日が暮れるまでにいくつ銀行が襲えるかっていうのじゃねえだろうな。別にそれでもいいけど。それでも私は負けないけどね。みーちゃんってね、なぜか現金輸送車の順路とか時間とかをいつもレナに教えてくれるんだよ。なんでだろうね、なんでだろうね。マジかよ、ミオン。レナ、まだ何言ってんの。みーちゃんごめんね、みーちゃんごめんね。おい、二人とも、サトコとリカちゃんが先に待ってるんだろ。じゃれてないで早く行こうぜ。そうだね、じゃあ行こっか。目標は10億強奪。山分けしたらみんなで高飛びだぜ。こっち側は来るの初めてだな。こっちにはね、ゲームセンターとかおもちゃ屋さんとかがいろいろあるの。みーちゃんが詳しいよ。ゲーセンもあるのか。俺、前は結構通ってたからな。ゲーマーの血がうずくぜ。ゲーセン通いなんて、ケイちゃん不良だね。今度来た時に案内してあげるよ。結構台数を揃えたいい店があるから。ひょっとして、あの店で今日、何かイベントでもあるのか？その通り。優勝賞金は5万円5万円？なんだよそれ。ケイチ王国の5年分の GNP に匹敵するぞ。皆様方、お待ちしてましたよ。おはようございますなのです。おはよう、リカちゃん。さあ、とこ、警察が来る前にケリをつけるぞ。目標は10億強奪だ。あ、ケイチさんの話がわかりませんわ。遅くなったかな。リカちゃんたちは今来たの？今日は早く終わったので、だいぶ待ってましたですよ。
そりゃ悪いことしたわ。こっちはケイちゃんがなかなか来なくてさ。ケイチでは仕方ありませんですよ。もちろんケイチさんでなくては務まらない大役でしたよ。実に嫌な大役だな。こんなので丸く収まると思ったら大間違いだぞ。ケイチさんがぶったケイチにいじめられてかわいそかわいそですよ。さとこちゃん泣いてる泣いてる。お持ち帰り。悪い人はレナお姉ちゃんがやっつけてあげるからね。うむ、やっぱりこれが正しい丸い収め方だよな。前歯が欠ける前に新しいオチを探した方がいいと思うけどね。みーちゃんはこのおもちゃ屋さんの常連なの。だから友達もすっごく多いの。おもちゃ屋の常連って何なんだ。ほらケイチさん、奥をご覧なさいませ。まさかこれって部活の会場なのか。驚いたかいケイちゃん。私この店のおじさんと仲良しでね、たまに客寄せイベントってことでゲーム大会を開かせてもらってるんだよ。そうなの。いつもは5人だけど今日はもっともっと大勢での部活なんだよ。ケイチさんの考えてること手に取るように分かりましたよ。ほう、じゃあ試しに行ってみようか。言うぞ、せーの。ね、ケイちゃん、今日は楽しめそうでしょ。まあな、ライバルが何人増えようが狙うものに変わりはないさ。ライバル？はあ、ケイちゃん、クジラが水を飲むとき、今飲んだ水の中に何匹シラスが混じっていたか、いちいち数えてると思う？本気なのは私だけじゃないよ。ほら、リカちゃんを見てごらんよ。なんだありゃ。僕も頑張るのですよ。ファイト、オーなのです。ファイト、オー。今日は楽しくなりそうだね。頑張るよ。ハウー。ミヨンメ、恥も外聞も捨てるくらいに本気だな。ケイチさん知らないんですの？賞金の5万円ミヨンさんの自腹でしたよ。ん？何？ケイちゃん、あたしの顔に何かついてる？
最高の舞台じゃないか。面白くなってきやがったぜ。もちろん一番戦いたくないのはミオンさんですけどね。何度か部活で奴と視線をくぐったが、今日ほどヤバいと思う日はないぜ。ミオンさん、一昨日のポーカーで負けたの相当根に持ってるみたいでしたよ。らしいな。つまり今日はミオンの復讐のための特設舞台ってわけだ。私とケイチさんがなんとなく置いてきぼりですわね。いかがでございましょう。なんでしたらスマートに初戦をお手合わせ願えませんかしら。そうしよっか。俺もエンジンがかかるまで鳴らしようし。そんなに俺を初戦で消したいかよ。殺気が隠せてないぜ。あら残念ですわね。ケイチさんにしてはなかなか慎重でしたよ。あはははさて、各卓の競技方法なんだけど、これは各卓で好きに決めていいよ。このお店にあるゲームなら何を使っても OK。 ミオン、質問いいか。みんな自分の得意ゲームを主張して決まらないんじゃねえのか。はお、そうだね。決まらないと始められないね。紳士的に決めてほしいけど、そういう時は店のマスターが決めるってのでいい？当然わかってると思うけど、部活メンバーには一般参加者とは別に罰ゲームがつくからね。そんなことだろうと思ったぜ。内容は何だ。勝者が敗者一人一人に一個命令。敗者一人一人に命令、つまりビリでなくても罰ゲームってことだな。そういうこと。勝者がない場合は、部活メンバーが全員途中で脱落したらお流れか。ケイちゃん、脳みそは元気？何？我が部の再生鋭がどう間違ったらこんなひよこども相手に負けるっての。ケイちゃん、初戦で消えて私に恥かかさないでよ。
見てろ、ただミオンにいじめられてたわけじゃないってことを見せてやるぜ。会おうね、決勝で。あれ、お前ら学校のクラスメイトだよな。あ、どうも、富田です。彼は岡村です。じゃあみんな、それぞれに対戦ゲームを決めて始めてちょうだい。悪いな、どれも知らないゲームなんだ。もっと知名度の高いやつにしてくれ。これなら俺も知ってるよ。二人も知ってるよな。ルーレットを回してゴールを目指す。最後に精算して一番お金を持ってるやつが勝ちだ。1、2、3、4、出産祝いをもらう。全員から5000ドルもらう。悪いね。1、2、3、4、5、6、7、8と。ボーナス、銀行から10万ドルもらう。1、2、3、出世コースに進む。じゃあ読みますよ。犬も歩けばくたびれる。決まったね。かわいいかわいい。レナ、勝ってもこのカルタちゃんと買うよ。もう持ち帰り。ハウ。北条、悪いけど僕も優勝賞金を狙ってるんだ。悪く思うなよ。ふん、決まったな。
え、そんな、確かにここはハートのエース。勝負はまだつきませんの？センスないですわね。やるじゃねえか、ハートのエースなんて。おしゃれな罠をかけやがって。相手を仕留める罠はほんのちょっぴり、それも一個で十分ですのよ。釣れましたですよ。うまいうまい、リカちゃんうまいよ。おっとっと、また釣られちゃったよ。リカちゃんはうまいな。リカちゃんの圧勝だよ、圧勝だよ。リカちゃんお魚釣りうまいんだね。リカちゃんが釣ってるのは多分魚じゃないと思うな。リカにしかできない、リカだから許される大技ですわね。前原さんの番ですよ。ああすまんすまん、俺の番か。1、2、脱税の追徴課税5万ドル支払う。ケイチくん、ひょっとして苦戦かな、苦戦かな。岡村、あなた今いくらぐらい持ってますですの？98万ちょいくらいかな。富田はどれくらいお金持ちですか？うん、僕は88万ドル。まだまだ逆転できる位置だね。で、ケイちゃんはいくら持ってんの？仕方ねえだろ。このゲーム、ルーレット回す以外に何も作戦がないんだぜ。イカ様があるとしたらなんだよ。二人に目をつぶって100数えてもらって、その隙にルーレットに細工でもするのか。そんなのできるわけねえだろ。無様ですわね。一度は好敵手と思ったのに幻滅でしたよ。投げちゃダメだよ、圭一君。何か逆転があるはずだよ。頑張ろう、最後まで頑張ろう。おい、ミア。失望したよ。みんな本気なのに、ケイちゃんだけは本気になってくれなかったね。本気ってなんだよ。気合でルーレットの目をコントロールしろってのかよ。そんなのできるかよ。本気のケイちゃんなら、そのゲームでも開始10秒で蹴りをつけてたね。みーちゃん、そんなに怒ることないよ。待ってよ。
ゲーム進めます？前原くんは投了でいいかな。富田くん、岡村くん、取引しよう。俺を勝たせろ。な、前原さん、暴力はなしですよ。ちゃんとゲームで勝敗を。話は最後まで聞け。お前らの望みは何だ。優勝して5万円か。そりゃそうですよ。5万なんて大金、二度とないチャンスですよ。仮に優勝したとして、お前らその5万で何をする？どんな楽しみ方をする？新しいゲーム買うとか、お菓子とか、ジュースとか。小せえ小せえ、バカかお前ら。じゃあ前原さんが勝ったらどんな楽しみ方があるって言うんですか？俺か？そこが本題だ。今から言うことを黙って聞け。まず富田君、君は里子萌えだよな。否定すんな。そして岡村君、君は理科萌えだな。赤くなるな。美少女萌え、男の推薦、男のロマン。例えるなら永遠にたどり着けないエデンの園だけど目指すんだろ。それは俺たちのハートに熱い魂が萌えよと叫ぶからだ。俺が優勝したら富田君、里子を一日首輪付きで君の妹にしてあげよう。そして岡村君、君には猫耳リカちゃんに手綱をつけてお散歩させてあげよう。そんなこと。うるさいんだ。お前たちは俺に無理やり付き合わされたことにすればいいんだ。前原先輩のわがままの犠牲者なだけ、いやいやでいいんだよ。わかってる。お前たちの胸の内は全部わかってる。俺は灰色の学校生活を送ってきた。それがどんなにつまらなく、人生の大切な時間を浪費したことになるのか身をもって知った。だから後輩のお前たちにはそんな時間を過ごしてほしくないんだよ。自分に素直になれ。夢を追え。そして叶えろ。俺が叶えてやる。じゃあいいな。行くぞ。せーの。ゲーム終了。ケイチさん、どうなりましたの？勝敗は？俺の完全勝利だ。なんですって？あの状況どうやってひっくり返しましたの？家庭なんか必要ないよな。男と男の決着だよな。ああ、みんな！うわーっす！やったよ、ケイチくん！わーい！
これが俺の本気ってことだよ、ミオ。ふっ、遅えっての。じゃあこれで部活メンバーが全員1回戦突破ですわね。ということは今度はみんなで対決だね、対決だね。僕はもう賞金で買うものを決めていますです。もちろんですわね。ミオ、失敗だったな。お前はさっき俺に助言すべきじゃなかったぜ。ひよこが、私に勝つなんて100万光年早いって。ミオ、光年は距離の単位だぜ。どうするの、ミーちゃん。5人でどう戦うのかな。このさーて、これだけ豪華な面々が揃ったんだからね、今日という日を急ぐのが惜しいよ。ミーの言ってる意味が難しいです。まさか、てめえ。今日の勝負を部長園崎ミオンが預からせてもらうよ。勝負方法と日時は未定。ギャラリーは多い方がいいね。雛見沢も沖ノ宮も全ての人間の目の前で、これ以上ないくらい徹底的な決着をつけてあげるよ。逃げる気ですの？いくらミオさんでも卑怯ですことよ。ひよこが、生かされたことにまだ気づかんか。また会いましょう。せいぜい首でも洗っとくことね。なんざ逆さにしてサンズの川に叩き込んでやるぜ。逃げるな、ミオン。部長なら逃げるな。俺と戦え！あ、ごめん、ケイちゃん。私これからバイト。うん。ケイチくんがゲームしてる間に、みーちゃんに電話があったの。残念だね。せっかく暑くなってきたのに、ついてないよ。おじさんの店でさ、特売にお客が殺到してるらしくてさ、レジが足りないから助けてって電話があったんだよ。おじさんってなんだ、スーパーの店長でもやってんのか。ささやかなお店だけどね。でもさ、特売やれば主婦が殺到するのを常識で読めないのかね。店員足りないのに卵一パックを一人様一点限り10円なんてやるな。私こそ頭がジンジンしびれるくらい燃え上がったよ。特にケイちゃん、怖かった。あの場で本当に噛み殺されるんじゃないかって思ったね。お仕事だから仕方ないけど、本当に残念だね。この続き本当にやりたいですわね。いつがいいでございましょう。綿流しのお祭りでやるのなんていいですよ。
綿流し祭五強爆投か。そうだね、考えておくかな。私、週刊漫画みたいないい加減なノリ大好きなんだ。こんな痛快な部活が近いうちにまたできるといいね。今日はみんな本当にありがとう。おかげでイベントは大盛り上がりだったよ。大したものじゃないけど、これ今日のおだちんに。あ、吉郎おじさん、私にはないの？おだちん。あらあらあら、かわいいのが出てきましたわよ。わあ、これかわいい。お持ち帰りしていいの？本当に？ってことは俺のもかな。お、なんだかやたらかわいいのが出てきたぞ。ケイちゃんには一番似合わないのが出てきちゃったね。なんつうのか、プリティっていうかキュートっていうか、可愛いのは認めるんだが、着せ替え人形はちょっとな。ケイちゃんが持ってたら確実に明日からアレな趣味の人扱いだね。うん。保身のためだよ。レナにあげないと夜道が怖い。違いない違いない。ミオンにあげようかと思ったけど、ちょっと違うよな。へへへへ、分かってるじゃない。私さ、どうして男に生まれなかったのかなって思う時あるよ。女でよかったな。男だったらもうとっくに殺してる。今のうちに殺しといた方がいいよ。じゃないとケイちゃん死んで後悔することになるから。来世では神様に男にしてもらえるように頼めよ。俺も男にしてもらうから。そしたらケイちゃんと組んで軽く全国制覇から始めようかね。今日は最高に楽しかった。またね、みんな。明日は学校で。バイト遅刻すんなよ。もうちょっと街で遊んでいく？それとも帰るかな？暗くなると道が怖いですよ。では、引き上げ時ですわね。今日は本当にいっぱい騒ぎましたわ。そうだな。よっしゃ、帰ろうぜ。そうそう、レナさん圧勝でございましたわね。レナがああなっちゃ悪いけど、誰にも勝ち目はないな。だってすごい可愛いカルタだったんだもの。ほら、買っちゃったんだよ。はう。リカも相変わらずですわ。リカにかかれば男どもなんて赤子の手をひねるようなものですわね。楽勝だったのです。どこまで計算づくで、どこまでが天然なのか。リカちゃんの行く末が実に怖いな。サトコちゃんだってすごかったね。最後は大盛り上がりだったよ。褒められるようなゲームではありませんでしたよ。ケイチも最後はとうとう牙を剥きましたです。お、まあな。俺は追い詰められてからが強い男なんだ。富田さんたちなんだかすっごく応援してましたけど、何ですかしらね。
ビタと岡村に何か約束してましたです。きっと内緒話なのですよ。内緒話はぁ、なんだろうね。男には時に戦いを通じてしか語り合えないものがあるんだよ。見てごらんなさいませ、夕日が綺麗でございますわよ。ごめん、今日はさ、急におじさんの店のバイトが入っちゃってさ。なんだなんだ、じゃあ今日の部活はお流れってわけか。いや申し訳ない。そんなに部活がやりたかったらおじさん抜きでやってもいいけど、部活ロッカーにゲームがいっぱい入ってるからさ、どれか適当に選んで。やめとく。俺がいじったらロッカーの中身がドサドサって溢れてきそうな気がするよ。そうだね、素人は手を出さない方が無難かもしれない。みー、先生が体育倉庫の鍵を探してますですよ。心当たりはありませんですか？あれ？私、職員室に返せなかったっけ？ほら、やっぱりミオンさんですのよ。私、絶対そうだと確信してたでございますわ。僕も大正解なのですよ。サトコと一緒に大正解なのです。やかましい。あ、そうだ、二人とも聞いたか、今日はミオンバイトがあるから部活はお休みだとさ。あら、そうなんですの？それはつまらないでございますわね。ミミオンってバイトをやってるんだよな。あいつ一体何のバイトをしてるんだ？別に決まったお店でお勤めをしてるわけではないのです。決まってないってことは、じゃあ日雇いってことなのか？ミオンさんはおじさんの店にお休みが出たりすると応援に駆けつける便利屋さんなんだそうですわ。ああ、なるほどな。そういえばおじさんのとこでバイトなんて話、前にも聞いたことがあるような気がする。お店を持ってるおじさんがいっぱいいるので、ミーは引っ張りだこなのです。あら、ケイチさんはご存知ありませんの？沖の…へえ、それは知らなかった。そんなにいろいろあるのか？ええ、パン屋さんとか八百屋さんとかラーメン屋さんとか、他にもまだまだ。あの部活をやったおもちゃ屋さんもそうなんですよ。ミオンの一族って何気に詳細があるんじゃないのか？それだけいろいろあるってのもなんだかすごいよな。他にも
金融業とか不動産業とかアパレル産業とかアミューズメント産業とかいろいろやってると言ってますです。あいつに物を借りると妙に返却期限にうるさいのは金融業者さんの血が流れてるからか。納得納得。ミーに100億長者ゲームを借りたことをコロリと忘れてしまったら、リアルで100億長者ゲームをプレイさせたるどと凄まれましたのです。リアルに100億長者ゲームをプレイなんてなかなか入会そうですわね。なぜ撫でられるんですの？さとこはいい子さんですから、なでなでなのです。